阿蘇市内の小中学生が ICT を活用したプレゼンコンテストに向けて新聞社の記者や編集者から指導を受ける授業が行われました阿蘇市教育委員会では今年度阿蘇市の小中学生を対象に ICT を活用したプレゼンテーションコンテスト in SDGs を実施しており児童や生徒たちは7月から テーマ探しや調べ学習に取り組みままたタブレレット端末でプレゼン資料の作成を進めていますその中で株式会社、熊本日日新聞社の協力で新聞記者や編集者から資料のまとめ方やスライド作成のポイントなどの指導を受ける機会を設けこれまでオンラインを含めた授業が3回行われています。 11月14日には阿蘇西小学校で、また翌15日には阿蘇中学校で授業が行われ、制作が進んでいるスライドを見ながら、タイトルの言葉選びやレイアウトのポイント、また自分が感じたことをどう表現したら、より伝わるプレゼンになるかなど、直接アドバイスを受けていました。こののの授業はコンテストの対象となっている阿蘇市内の小学5・6年生、 中学1、2年生のすべてのクラスで行われコンテストにはタブレット端末を活用した5分以内のプレゼンテーションが応募されますその中から選ばれた作品が来年2月に行われるコンテストに出場することになっています